はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のゆうです。さあ本日なんですが、レイドラプターズデッキってほんといろんな組み方できるって何回も話してると思うんですけど、今日ですね、実質先行ワンケル型を、作ってきたんでご紹介していこうかなと思います。新規カードのこのレイドラプターズライジングリベロンファルコンっていうモンスターがめちゃくちゃ強くて、エクシー召喚に成功した場合に相手のフィールドをぶっ破するっていう効果があるんですけど、これおまけで、素材エクシーズレイドラプターズエクシーズモンスターを3種類素材としている場合は、この効果で破壊したモンスターの元々の攻撃力の合計分のダメージを与えるよっていう効果があって、この効果バーンダメージが入るんですよね。だからこれ出した瞬間に相手の盤面にモンスターいっぱいいたらもうそれだけ死ぬんです相手が。でこれをですね、レイドラプターズは結構実は簡単に相手の盤面にモンスターを用意するっていう手段が実はありまして、皆さんこれ知ってますかね。これナイトメアデーモンズっていうこれ激キモカード。これ何かっていうと、自分のフィールドのモンスター1体リリースして相手のフィールドにナイトメアデーモントークンっていうトークンも3体なんと攻撃表示で特殊ができるっていう効果なんですね。でこれが攻撃力が2000のモンスターが3体出るんですよ。だからここですでにもう6000打点あるんですよね。普通に考えたらこんな3体を相手の盤面に送りつけたところで特にメリットはないわけですけど、それをこのデッキは破壊できるんで、そうするとなんとそのナイトメアデーモンで送りつけたトークンを全部破壊して、まず6000ダメージが入るんですね。ライジングリベリオンファルコンの効果で、元々の攻撃力の合計分、元々の攻撃力が2000なんで、だから2000、2000、2000で6000ダメージが入ると。で、これ追加効果がね、ナイトメアデーモントークンって破壊されると、そのコントローラー1体につき800ダメージを受けるってことで、これ3体破壊されると2400ダメージが入るんですよ。だから、6000ダメージ入った後に2400ダメージ、入るんで、相手は死ぬんですね。という激キモコンボを、今日はねちょっとかましていきたいと思ってまして、これランク4闇属性レベル4 2体並んだらいけます。レイダーズナイト、ちょっと縛りが入っちゃう場合は無理なんですけど、ベアトリッチ出すんで、レベル4の闇属性モンスター2体作った上で縛りが入ってない状態であればいけるんで、だから今回はバニシングレニアスとかいうインシエのカードとか、あとこのカーテンライザーとかよくわかんないモンスターいっぱい入れて、レベル4闇属性2体並ぶようにしてます。はい、ちょっとまあ動かし方はね癖あるんで、ご覧いただければなと思いますんで、やっていきましょう。デュエルスタート。あー、なるほどですね。これはちょっと誘発何にも弾きませんね。何にも弾けないですけど、まあちょっと魔界劇団カーテンライダーさんの、ペンデラム効果発動していいですか。いやなんかありそうな、これ G かなこれ。いやー、いやもう行くしかないだろこんなもの。いや行くしかねえマジ。ちょっと先行アンケルしたら関係ねえっつって行くしかないんじゃないかこれはマジでほんまに。レイダーズウィング召喚して、でオーバーレイしていくしかねえ。レベル4のモンスターみたいな、これ確かに対象体制一応あるんで、無限攻撃とかウェブトベーラーとか全部ケアできてますね一応ね。まあ、ケアできてっていうのか知らんけど、レイダーズナイトのモンスター効果を発動。オーバーレイトを1つ使い、レイドラプターズブレイブストリックスをエクシーズ召喚。そしてブレイブストリックスのモンスター効果を発動。ブレイブストリックスのモンスター効果にあってオーバーレイミットを1つ使って、ちょっと裏のやめて OK。 レイドラプターズ間違えた。ランクアップマジックスキップフォースをというのに加えていく。そしてランクアップマジックスキップフォースを発動。ランクを2つアップ。うお、レイドラプターズアーサルファルコン、アーサルファルコンの効果、まあ依然としてこれね、レイダーズウイングが素材に入ってると対象体制は一生付与できてるんで、まあ、それはめっちゃ強いですけど、ちなみにバニシングレニアスの特殊召喚、そしてバニシングレニアスのモンスター効果を発動。バニシングレニアスの効果によってレイドラプターズミミクレニアスを特殊召喚。これはいい。いやこれここで無限包容とか言われるとほんまにやばいんだよ。ガチでここだけ許してください。マジで許してください、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 ほんまにお願いします。通った。オッケー、いける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 ぞいけるぞいけるぞいけるぞ。これはちょっと待って、いや多分ねこれはねいけるな。アルティメットファルコンでいい。レイドラプターズアルティメットファルコンも爆誕させていく。そして、ワイズの効果によりトリビュート出しに行くしかねえな。トリビュート出す。マジでさこの後のさソウルシェイプフォースオッケー。来たぞ。これでアルティメットファルコンの効果を使い、このターン中貴様はカードの効果を発動できない。よしこれで2ミルとか無限包容とかは一応ケアしました、一応。そしてウィング蘇生してベアトレージ出しまして、バカほど引かせるけどこれ大丈夫、これマジでバカほど引かせるけどこれ白夜とか引かれたら先行ワンキル成立しないんだけど、これやばい。どれや、トリックデーモン落としていく。でトリックデーモンがさたばの効果を発動してデーモン、マジックトラップカードを全部加えていく。ナイトメアデーモン、何これよくわからないカードを加えて、でミミクリリニアスの、効果を発動し、このカードをゲームから除外することによってレイドラプターズルーストを、手札に加え、そしてレイドラプターズルーストを発動していく。でオーバーレイしていかざるを得ない。これね、ちょっとね、ルーストを発動できるんだけどね、あれなんだよね、グロリアスブライトをサーチしてる暇がなくて、そのワイズでなんだっけ、ベアトリージ出していっちゃってっから、これね、ここでねライズランクアップマジックをちょっとねセットするしかないんだよね。それが弱点ではあるんだけど、で一応仮湯がもできるんですよねやろうと思ったらちょっと仮湯がしに行きますか、一応念のため。もうここまでいったら何枚ドローさせても同じっていう説はある。でストラングルレイニアスを加えて、こうするだろう。で墓地の、レイダーズナイトとストラングルレイニアス特殊召喚して、こうしてはいでこうしてマジで何枚引かせんだよこのおじさん何枚引かせんだよマジで。いやでもどっちか通ったら勝てるからなこれマジで、これどっちか通ったら勝てる。でストラングルレイニアスとレイダーズでガガガガマジシャン出して、でガガガガマジシャンの効果発動する。ガガガガマジシャンの効果発動してレイダーズウィング切ってアーサルファルコン特殊召喚しといて OK でラスティ出してゴミやなこのデッキマジでマジでゴミやな。ガガガマジシャンのを使ってリンクする。ラスティ出す OK でラスティ効果もう最悪通んなくても、先行ワンキル通んなくてもファントムナイツラウンジで下流側出せっから、これで相手のなんだ展開は全部封殺しよう。先行ワンキルできなかったら下流ができる。きた神ゲー。さあこの3枚をデッキに返しながらカードを1枚ドローするという効果。これグロリアスブライトは引かないかな。グロリアスブライト来い。ああ2ミリいらねえ。ではですね、カードを全部セットします。セット。さあこれでかかってこい、来やがれよバカタレが、かかってこい。楽しろじゃあこれで相手が、なんかカード発動してメインフェーズでしかちょっと打たないんですけど、ライズランクアップマジックはメインフェーズ入った瞬間にちょっとかまします。強奪何今何パクられてもそんな困んなくねえかこれ別に。でも言うてチェンジ逃げられるカードいっぱいあるしな。はい強奪、アルティメットファルコンは効果受けないんで、アーセナルね。あいいよ。ライズランクアップマジックレイドラプターズフォースを発動。ちなみにこれ全部なんかその墓とかで無効にされるようなものなら、ここでもう本当にファントムいきます。さあどうしますか。あない何ナイトメアデーモン発動通る。これ通るマジで、これ通ったら熱いぞ。永遠の副将ベアトリーチアをリリースしてナイトメアデーモンズの効果により相手のフェット上にトークンを生む。そして、トークンが生まれて、このトークンはちなみに破壊されると、800万入るから、これ破壊されると800万で、そのモンスターをもろとも破壊していくぜライズランクアップエクスチェンジチェンジ現れよレイズラプターズライティングリベリオンファルコン。このカードがエクスチェンジ召喚に成功した場合、待ってやばい、これアーサルファルコンパクられるから、これで死ぬ相手多分レイズラプターズライジングリベリオンファルコンの効果とルーストの効果、やばい。これ本当は東京破壊されて2400ダメージ入るんですけど、これ多分ねこの瞬間に死にますね相手強奪した結果はいああすごい効果音強奪は握手じゃろアリンコ。うわーめっちゃかぶって、先行めっちゃ欲しかったこれ。先行ハンドすぎるだろこれ。アルティメット先行ハンドじゃねえか。応募の設計きたー。ホルス来ちゃう。なんかさ今回のさ診断思ったんだけどさ、拡張性がなさすぎてさ、なんかホルスデッキとかってなんかほんといろんなデッキに入れられて、いろんなデッキにそうなんていうのかな、組み合わせられたんですよね。なんかそのホルスライダーとかさ、ホルスナチュルとかさ、カタパルトワンキルとかさ、なんかほんといろんな、まあ、デッキにこうなんかその採用できて、ホルス怪獣とかもできたけど、いろんなデッキできたんだけど、なんか今回のデッキあんまなんか拡張性がなくてテーマ感が強すぎるんだよね。出生とかも別になんかその出張できるようなテーマではないし、まあ、レイトラプターズもまあ、BF とかと組み合わせることは一応できるっちゃできるけど、なんかねそんなに言うてやることは変わらないというか、ホルスほどのなんか拡張性がないし、なんかね今回のパック意外とそういう意味では汎用カードっていう意味ではかなり少ないなっていうふうに思っていて、何がやばいかっていうと動画のネタがあんまないっていうそういうことなんですよね。拡張性があるホルスパックマジ神だったんだけど、 YouTuber 的にはホルスみたいなパックマジ神で、ほんといろんなデッキできるからさ、無限にクソデッキみたいなのいっぱいできたじゃん。なんかホルステレホンみたいなのもできたし、だからねやっぱあんま拡張性がないんだよな今回のパック。おっと謎ムーブ来たぞ。ホープダブル出てきたぞ。謎だな。希望ホープダブルさん来た。パイセンダブルアップチャンスというのを加えていく。なるほど、強いやんけ。ホルスってランク8じゃないですか。ランク4できるんですねなるほど。あ、ホープドラグナーパイセン来た。ホープドラグナーパイセン来たー。激最強モンスターじゃん。まあ、素材2個だとあんま強くないけどな、ホープドラグナー。ドラグナーはまあ素材を2個使うとなんかナンバーズをエクサデッキから出せるよっていう効果があって、まあ、それでまあ、ホープデッキとかだとドラグナー出して、なんかその、タイタンギャラクシーとか、まあ、バンバン出していくみたいな感じなんですよね。はい。言うてそんなになんかやばいことは起きないです。素材2個であれば。そんなにやばいことは起きないはず。基本的には。ソウルマリオネッタはやばいな。なんかやばいこと起きそうな雰囲気あるな。ソウルマリオネッタはやばくない？ソウルマリオネッタはまあまあやばいな。ドラッグラビオン、まあまあやばいな。ちょっと待ってくれ。ソウルマリオネッターさんは結構なんかワンキルとかに使われるカードで、ライフポイントが回復した場合、その数値分だけなんか打点を上げて、なんか相手のライフにダメージ与えるみたいな、結構決めいこが持ってるんですけど、これはね、もしかすると、俺死にますそんなやばいこと、あかん、それはダメ